はい、皆さんこんにちは、ワンダーリングルービーシです。では今回は帝都の決断2、日本軍プレイの続きをやっていきたいと思います。まずですね、作戦域2つありまして、今ご覧いただいているのがラバール・ポートモレスビー方面。当初ですね、ポートモレスビーの攻略を目指していました。ここに海軍の陸戦隊、さらに陸軍の師団も送り込んで攻略戦を進めていたんですが、これが思わしくないという状況の中ですね、アメリカ軍の主力艦隊空母2隻を含む部隊がですね、ラバウルにどうも攻め入ってくる気配があるということで、一度ポートモレスビーの攻略作戦、MO 作戦を中止してですね、ラバウルの防衛戦に移っていきたいと思います。で、そのための手段なんですが、まずラバウルはですね、航空隊がご覧のように2つの飛行場に8個の飛行隊を入れています。これで敵を迎え撃つ。さらに陸上部隊なんですが、海軍の陸戦隊が今1個入っています。ただこれだと少し不安があるので、上枠に入っているですね、もともとポートモレスビーを攻略する予定だった第11陸戦隊をですね、この後井上さんのこの第15艦隊とともにラバウルに移動させます。で、代わりにこの上枠は陸軍の師団と、あとは海軍の陸戦隊1つ残ってますので、その海軍の陸戦隊でこの上枠を防衛していきたいと思います。続いてですね、もう1個の作戦域になっているミッドウェーなんですが、一度ですね、敵の空母ワスプ、ヨークタウン、これ撃沈しているんですけども、まだ敵の艦隊来る可能性があるので、敵の艦隊をね、迎撃する体制を整えておきたいと思います。そしてヤマトはですね、駐破してしまっているので、一度トラックに入れてトラックで修復予定になります。で、日本に戻ってですね、クレ、ここに今艦隊を一部戻しているので、クレで艦隊を再編した後ですね、再び新たな作戦を発動していくのか、もしくはポートモレスビーの攻略戦を再開するのか検討していきたいと思います。では早速時間を進めていきましょう。思ったより敵のね、反攻が早い、そういう状態です。ミッドウェイの方はね、うまく立ち回ってるんですけども、ポートモレスビー、ラバウル方面がね、戦況がよろしくないですね。で、今見たシンガポールに現れたこの第17艦隊、これ前回もいた艦隊ですけども、イギリス軍の艦隊ですね。ここは陸軍に任せます。で、このシンガポール一帯には海軍の戦力まだ展開していないので、ここは陸軍任せということになりますね。では、ポートモレスビー、ラバウ、この海域の敵迎撃戦を展開していきます。まずは基地航空隊による索敵。雨か、空撃もできない、くー、厳しいな。では、上枠にいる航空隊を使っていきます。索敵します。敵が発見できないからといって敵がいないというわけではないのはですね、ここ何回かプレイしてきていて分かったことなので、まあ、索敵はですね、残り行動力1を残してストップしておきます。敵がね、どんな形で出てくるか分からないというのがありますからね。ここも委任を解除して索敵を行っていきましょう。ビアクもね、敵に狙われる可能性がありますからね。行動力を1残すと言いつつ全部使っちゃいましたけど。では、上枠の方からは攻撃隊を出していきます。航空隊による空撃です。これ雨が降っているところで索敵はできないけど攻撃はできるんですね。まあ、なんとなく矛盾してる気はしますが、我々に好都合な矛盾は受け入れていきましょう。じゃあ続いてミッドウェイ方面。ここがね、少し心配なんですよね。まずは暴風雨になっているところでは当然索敵はできないので、第2艦隊で索敵を行ってきます。敵の第3艦隊、ヨークタウンがいた艦隊、沈めたヨークタウン以外の艦艇が残っているはずなので、どこかにいると思うんですが、まあ、
発見できずですね。では時間を進めましょう。これは陸軍の航空隊ですね。これがシンガポールの空母ビストリアル級になると思いますが、これを攻撃していくという場面ですね。空母沈めておいてくれるとね、安心感が出ますけどね。大破止まりですね。さあ、ここもブルネイから出た陸軍の航空隊がイストリアル型を攻撃するが大破止まり。撃沈しといてほしいけどね。仕留めておけば後々楽になる。そうですね、イストリアル型正規空母撃沈、まあ、戦艦が残ってますが空母がいなくなっただけでだいぶ気持ちが楽になりますね。続いてラバウルに攻撃を仕掛けてきているオーストラリア軍の第21艦隊に対し上枠の基地航空隊が攻撃を仕掛けます。これで軽巡を撃沈、残った駆逐艦1隻に輸送艦3隻ですね。もうこれは戦力として見る必要はないと思うので、まあ、事実上オーストラリア軍の第21艦隊を壊滅させたという状況です。ミッドウェー方面もね、敵の動きがないようであれば一度収容していきましょう。で、日本とソ連の援助協定交渉決裂ですね。では移動命令フェーズに戻っていきました。圧にて補強を行った第13、第14艦隊ですけども、この2個艦隊ですね、ミドウェー方面に転出させていきましょう。ミドウェーの方が一時的に戦力ダウンするので、まあ、その補填という位置づけですね。で、肝心のミドウェーの方なんですが、部隊、艦隊を一度収容して補給しておきます。まずは、第15艦隊ですね。残っている第8、第11、この艦隊もミドウェーに収容していきます。で、代わってですね、第3艦隊、補給終わってますので、これを出港させて、偵察に、そして索敵に当たってもらおうと思います。ミッドウェー基地のね、飛行場も早く回復して、飛行隊を進出させておけば、より安心感が出てくると思うんですけどね、まだ修理と修復と、そういう状況ではないので、ここはね、艦隊による防衛が絶対に必要になってきます。で、敵の第3艦隊。空母は撃沈したものを撃ち漏らした他の艦艇を追跡していた第2艦隊なんですが、すでに敵を見失っていますので、ミッドウェー付近に戻します。ヤマトはトラックに向かって行ってもらってますね。トラックで修復予定です。では続いてラバル方面確認しましょう。まずは、上枠に入っている第15艦隊。これをラバウルに動かしていきましょう。はい、続いてクレですね。クレの方には、ご覧のように第4、第6、第7、第10、第16と、5つの艦隊が戻ってきましたので、ここで艦隊を再編していきます。はい、では艦隊の再編を行いました。まず、もともと空母の、赤城、加賀が入っていた南雲さんの第4艦隊ですが、ここをですね、空母を2隻、新たに、昇格随格、これを配備してですね、この昇格随格を入れた新たな機動部隊としてミッドウェー方面に向かわせます。これで、山口多聞さんの比類総理に合流してもらい、4個の空母、要する、機動部隊という形にしていきたいと思います。で、第16艦隊の方に、今度はですね、加賀、これを転出させて、この加賀で、南シナ海、フィリピン方面ですね、こちらを担当してもらいます。空母一隻体制ですね。そして第6、第7艦隊はガチャンコしました。第7艦隊はね、事実上今戦力になっていません。第6艦隊の方に、統合した形です。
で、第10艦隊は、これはですね、昇格、随格、南雲さんの艦隊の護衛艦隊として、随伴してもらうように用意してあります。では、これらの艦隊を使ってね、次の作戦を考えていきたいと思います。では、戦闘命令フェーズです。索敵と攻撃を行って、オーストラリア軍の第21艦隊を壊滅させておきましょう。名実ともに壊滅させる。まあ、あとは、アメリカ軍の空母2隻がどこに向かったかですね。未だその行方が知れていないので、少し心配の種にはなっています。ラバウルの航空隊で、では、とどめを刺しておきましょう。で、ウェバクの方ですが、ここはですね、航空隊で索敵を行います。まあ、索敵を行って敵がいないのであればいいですからね。どうやら敵はいなそう。本当にどこに向かったのか謎すぎる状態なんですよね。では、ビアクの方でも同じくですね、航空隊による索敵を行いましょう。敵はこの辺りにはいないということですかね。では続いて、マーシャル諸島から見ていきましょうか。ここも索敵を行います。敵がここに出現となったら、それはそれでね、ちょっと迎撃する用意がないので怖いんですけど、ここにも敵の艦隊はいない。では続いてギルバート。ここも同じくですね、索敵を行います。この海域には敵の艦隊がいた、出現していたという、まあ、事実があるんで、まあ、索敵をね、お断りなく行っておきましょう。では最後、ミッドウェイ方面です。ここも抜かりなく、索敵を行っていきます。いなければ、次のターンで入れ替わりで補給をしていきましょう。敵の艦隊発見できずということであれば、これでね、では時間を進めていきます。では敵の第21艦隊オーストラリア軍ですね、ここにラバールの航空隊による攻撃で最後駆逐艦1隻、輸送艦3隻、これを撃沈してます。オーストラリア軍第21艦隊は、これで完全に壊滅させたという状況ですね。では移動命令フェーズ戻ってきました。第13、第14艦隊、これ厚島から出た艦隊ですね。これはミッドウェー方面に転出させていきます。ミッドウェー沖、ややハワイ方面に進出して敵を誘導しましょう。第14艦隊も同じ命令を出します。ミッドウェー基地なんですけども、ここに入っている飛竜総理山口さんの第5艦隊、その他第8、第11艦隊は航空機及び、物資の補給中になります。補給が済んだらミッドウェー島付近に展開させていきたいと思います。で続いてですね、ラバウル方面ですが、上枠に入っている艦隊第15艦隊ですね、まず陸軍の第20師団が我が艦隊へ乗船許可を求めている。これはなんでだ。これ陸軍ですね。陸軍が乗船を求めてきている理由は、兵力が12、だいぶ落ちてるな。これの回復かな。ただこれ回復したいんだとしても、基地に残っておいた方がいいと思うので、乗船を拒否しましょう。陸軍の言うことは無視する。で、出航していきます。ラバウルが危ないので、ラバウルに入って、ラバウルに海軍の陸戦隊2個体制に変えていきたいと思います。で、日本、呉に入っている艦隊ですね。これは引き続き補給を行います。補給が完了したら、出撃していきましょう。
で、第4艦隊の方なんですが、ここに入ってる空母ですね。ここの空母に航空機を乗せていきましょう。昇格、追格。84機搭載できるので、まあ、それなりではありますよね。冷戦の21、これを20機。偵察機、10。爆撃機と雷撃機を積んでいきましょう。残りはね。艦爆を10。で、艦攻20。これで80機なので、マックス搭載の14機にしましょう。これで84機、マックス搭載ですね。同じく、随学も乗せていきます。偵察は10。で、冷戦の21を20。冷戦の21、20で足りるのかっていうのはちょっと不安ありますけどね。1体を直縁に上げて、もう1体を護衛機につけてとかっていう運用を考えるのであれば、この艦爆を増やす代わりに、艦攻ではなく、冷戦を入れる。まあそういう選択肢も出てくるかなと思うんですが、まあ一旦ここはね、前線でも実は航空機の編成は見直せるので、ご覧の編成で向かいたいと思います。南雲さんの第4艦隊ですね。で、残りの部隊にも補充、補給を行っておきます。はい、戦闘命令フェーズに戻っていきました。まずですね、ラバウル方面に近づいてきている敵の艦隊、これを航空機が発見してくれ、潜水艦が発見してくれてます。なので、ラバウルから攻撃を行っていきましょう。まあ、せっかく発見してくれているのでね。しかもこれはどうやらラバウル方面に向かっているという情報。ちょっと距離が届かないな。索敵の距離は届かずか。これ空撃だとどう？空撃だと届く。よし。では索敵を行って、その後、空撃で、この敵の第2艦隊ですね。これを潰しましょう。第2艦隊がこの近くにいるということは、第1艦隊、つまりエンタープライズとホーネットが近くにいるのは間違いがないと思います。では、敵の第2艦隊に、ラバウルの航空隊による攻撃を行っていきます。あとはこの潜水艦だね。この潜水艦が敵を攻撃してくれればとどめを刺せるかもしれない。まあ、ワスプ、まあ、このゲーム上ではね、普通に撃沈しましたけども、史実ではワスプは確か、潜水艦による魚雷攻撃で撃沈していたような記憶があるので、まあ、潜水艦のね、魚雷有効的に使っていければなと思います。では上枠の方では索敵を行います。で、上枠のちょっと心配な要素としてですね、オートモレスビーからやっぱりアメリカ軍が、北上してきている様子があって、ブナ、さらにラエと、敵がね進軍してきてます。これに備えなきゃいけないので、上枠の方もしっかり防衛戦を展開しましょう。では、ビアクの方は索敵を行います。で、敵がいないようであれば、一旦ね、終了していきましょう。はい。では、ラバウル航空隊ですね。アメリカ軍の第二艦隊を攻撃していきます。敵の空母がどこにいるかわからない以上ですね、その他の敵戦力、空母以外の戦力を早めに潰しておいて、いざ空母が現れた時に、空母をね、孤立させたいなと思っていたところ、敵艦隊から航空隊接近ということは、ここに、やはり空母がいる。敵の空母がいるな。敵第一艦隊。これはやっぱり、エンタープライズ、ホーネットですね。戦闘機40、爆撃機75。合計115機の大変態だな。やられた。これによって、第12艦隊ですね。味方の第12艦隊から、軽巡、駆逐艦、合わせて4隻が撃沈されてます。やっぱりここにいるな。潜水艦による第2艦隊の攻撃ですね。
まあ、少しでも艦隊戦力を減らしておいてほしいというのはもちろんあるんですが、問題は敵の第一艦隊、これがどこにいるかですね。場合によっては、南雲さんの昇格追格をラバウル方面に動かして防衛戦に当たった方がいいかもしれないですね。ではラバウルの方、気になるので先に指図を行っていきましょう。まあ、艦隊がね、湾口施設港に停泊している中でやられるっていうね、逆パ真珠湾、逆パールハーバーみたいなことを食らってますからね、今。でまず艦隊ですが、第15艦隊からですね、陸戦隊を下ろします。守ってもらう。これで行動力を使い切っちゃうのがもったいないんだよね。第12艦隊を出航しましょう。このまま、港に入ったまま潰されるのでは話にならない。なんとか敵の艦隊をまず発見するっていうところからですね。スタートでも遅れてるからね。ではクレの方からは艦隊を出撃させていきます。まず第16艦隊ですが、陸軍の第14師団が乗船許可 OK だ、乗せていってあげよう。これをシンガポール方面に出していきます。続いて南雲さんの空母ですね。これを一旦出航させて、状況によってミッドウェー方面、まあ、ハワイ方面に向かうのか、それともラバウル方面に向かうのかを決めていきたいと思います。まあ、赤城加賀に比べると足が速いですね。やっぱり昇格随格の方が。第6艦隊も出撃、同じような進路をたどりましょう。続いて第10艦隊です。これも同じように、南雲さんのね、空母部隊に随伴させます。で、第7艦隊はね、先ほどお話した通り、戦力入っていませんので、このまま呉に留め置きます。で、ミッドウェー方面ですね。ここもですね、一度艦隊を出撃させて、周りの警戒に当たらせましょう。第5艦隊を出撃、これは飛竜総竜ですね。まあ、早期警戒ができるようにと。まあ、本当はね、航空隊がいれば航空隊による敵が一番いいんですけど、まだ航空隊進出できない状態なので、ね、こういう状況にとどまります。ではこれで戦闘命令フェーズに移ります。171潜水艦はどっかに寄港させて回復させましょう。物資不足ですね。先に忘れないうちにその操作やらせていただきます。171ハワイ近海で哨戒活動中だったんだな。じゃあこれは一番近いミッドウェーに寄港させて、一度物資の補給を行いましょう。ではせっかく近くなのでミッドウェイの方から指図していきます。まずは索敵、アメリカ軍の第一艦隊の居場所がラバウル近海だというのは確定したので、まあ、ここの索敵はね、ある程度ザルでもいいかなというふうには思うんですが、まあ、こういう満身がね、日本軍の敗戦を招いたというのもあるので一通りの索敵は行っておきます。もう気持ちはねラバウル方面に向いているんですが、よし、じゃあミッドウェー方面は敵はいないということが確認できましたので、こっからラバウル、まずは敵の艦隊を発見しないと話にならないので、第12艦隊ですね、索敵を行いましょう。うわ、行動力使い切ってる、進出させすぎましたね。では航空隊による索敵を行います。見つけてきてくれ、絶対にいる。
しかもそう遠くないところにいる。空母を含む敵の艦隊を発見。こんな近くにいる。この近さで気づかなかったのか、今まで。第二艦隊もいるはずですからね。航空隊による索敵はギリギリまで続けましょう。ちょっと待ってね、乾燥ができていない？爆走に変えるぞ。OK だ、危なかった。これ気づかなかったらひどいことになってたね。乾燥させても空撃ができるっていうのが、この提督の決断2のすごくいいところですね。空母戦機2とかだと、乾燥した瞬間、ターンが使い切ってしまうんで、どうにもならないんですけどね。しかも格納庫に下ろしてから乾燥するっていう、そういう操作すべてが必要になる。空母戦機に比べると、提督の決断2は、ここまでで少し緩いですね。上枠でも、きっちり、確認しておきます。第二艦隊がどっかにいるはずなんだけどな。敵の第二艦隊が発見できないまま、空撃隊を出していきましょう。ラバウルまで来てたとはな。オーネットとエンタープライズだと思います。ではこれで見ていきます。空母を仕留めてほしいな。2隻の空母を撃沈できたら、いよいよね、ハワイ攻略、ポートモレスビー、ガダルカナル、このね、拠点攻略が計画できる、作戦が立案できるフェーズに移ってくるので、まずはできるだけ損害少なくですね、このアメリカ軍の第一艦隊の空母2隻、これを撃沈したい。まず上枠の航空隊、アメリカ軍の空母部隊の前にどう攻撃してくれるか。ここは戦闘を見て個別に操作も加えます。まずはヨークタウン、ガタ、左舷から入りましょう。エンタープライズとホーネット。当ててほしいよね。魚雷3発当たれば撃沈できる可能性ありますからね。この水柱が上がってるのは当たってくれてるってことでいいのかな。3回水柱当たったよね、今。一発だけ。旧路式の立候ですね。これも同じく左舷から入りましょう。あんまり水柱の数は関係ないのかな。一回当たりましたね、今。当たったっていうか水柱立ちましたね。二回目。3回目。水柱の数と命中、魚雷本数は関係なさそうな気がしますけど。爆撃命中。勝破だけか。機関は損傷させたものの。勝破止まりですね。ラバウルの航空隊ですね。ここは期待しましょう。まあ、冷戦の日型はですね、機銃相当しておきます。冷戦の21、これも機銃相当でいいでしょう。問題は、艦爆と艦攻。急降下と、魚雷攻撃。は、意識の立候ですね。これ、先頭にいる空母を狙っていきます。魚雷2発ここまで当たってるので、もう1発でも当たれば、仕留められる可能性はあります。この、ピカーンって光ってるのが4回当たったね。4発目中。これ、撃沈できた。よし。続いて、意識の立候ですね。これ、
2番艦。さっき沈めたのがエンタープライズなのかホーグネットなのか分かりませんけど、2回このバーンバーンってなってるよね。この水柱が上がってるのが海面に当たっちゃ落ちちゃったってことですね、きっと。だから光らない。となると2発命中。そうだね。よし、もう1発当てればここで撃沈できる。ダメか。今のは冷戦だからね。機銃では撃沈できないよね。外した。水柱は当たっていない。撃沈できないのか。撃沈したい。もう願いですね、これは。僕の。全部外したな。さあ、続いて、立式の立候補。ここも左舷から入ります。まず一発命中。まあ、機関を損傷させたので、そんなに遠くまではもう逃げられないと思うので、よし、もう一発当たったね。爆弾二発命中。撃沈。よし。いやー、これで一安心ですね。ヨークタウン型2隻、エンタープライズとホーネットだと思います。これ撃沈してまーす。まあ、味方もね、軽巡1隻、駆逐艦2隻、第12艦艇から損害出ましたけど、空母2隻、しかも正規空母ね、これと引き換えだったと思えば、まあ、大戦果と言えると思います。ではね、ちょっと時間だいぶ長くなってしまいましたので、今回はここまでにさせていただいてですね、いよいよ次回ハワイ攻略作戦をね、ちょっと開始していけたらいいかなというふうに思っています。まずは前線にいる山口さんの飛竜総流、それに加えて南雲さんのところに新しく配備した昇格随格4空母でハワイ攻略を狙っていきたいと思います。で、同時にですね、ヤマトの方もドック回復させて前線に復帰してもらいたいというふうに思っています。では今回はこれくらいにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。